半から初めて音楽隊パレードが新潟前まで発生しました。先頭は東海大学体育会コンビニガードと UKB マグネスがパレードを進めました。次に今回の七夕祭りでデビューした第69回東南インダスタオリーメの山本博さん、平井美樹さん、鈴木智さんの3人と